傾斜でターンと左目狙い、あ左目距離が出る距離出ます。それなんか GPO が煽ってんじゃないの左目です。左目どのぐらい、あのこの木の10ぐらい左の左にこう枝がこうなった、うん、あの上ぐらいだから10ぐらい左です、ね、バンカーの上行っちゃう多分ね。バンカーの上だとあの ラフにキャッチしちゃうんで足が出なくなっちゃう。あ帯ないです、ここは、はい、林だ、はい、でセカンド地点に行くと、はい、右も左もダメみたいな、真ん中だけ右行け、左も空池だけど、ああゾーンがセカンド以降がちょっとややこしい。じゃあ刻もう、刻もう、いけいけいけ、もういけいけ、なるほど。やばいんですけど、まあ距離的に、はい、あのあ距離的に2つで狙えるところが行きそうなんで、ね、けどセカンド長いクラブ持つからさ気持ち悪いよね。そうなんですね、はい、ただ俺一番飛ぶから、あの一番やばい短いクラブ持つもんだけど、僕ら飛んでないから、はい、どうなんだ。いや飛んでる方なんだ。まあまあよ、いやよく頑張ってる方だよ。全敗中。いや気持ちいいな、久々だな。なんかでここロングで、はい、次ショートでミドルだから、ここ負けると、はい、最後の1回しかない。そうだ、なんかいいね。全敗の可能性が。いい、ね、え金子さん46インチでしたっけ。45半。なんでいやさっきからあの小暮君と長さのネタになってて、で小暮君今日いきなり短くしてきたという話と、俺も45半で、あのルールは46インチになるという話と、一応半インチぐらいは余裕持ってた。自分一番短いんじゃない、僕45インチ、足んない、長さが足んないんじゃない。ダメだ、長くしちゃう。ダメだ、長さが足んない。今日きっかけに工場に電話しなきゃ。なんかそういうことあんまり言わないで、なんか長いから飛ぶみたいな、行かれてるみたいだけど、今日はずっと長さの話題で持ちきりですね、ずっと。これいいとこ行った、完璧です、これいいとこ行った。いや大したことないね。大したことないよね。いや、今のちょっとクリッて、ちょっとキュッて入れやりました。大丈夫だ。できることないよ。ねえ、海さん、あそこいいとこだよね、すごく。そう？まあ、狙い方も良かったから。硬いよ。ちょっと遠回りです。ちょっと左嫌だもんな。いやでもまた打ちたいけどな。打ちたいのは分かるけど。また絶対やられたこれ。間違いない。力みます。今のはだって方向がね。力んでいいですか。うん、いいよ。間を取って、間を取って。これは来た。あ、これはまあ、これは選手、小暮選手行ったと思いますよ、今の。いや、もうキャリーがだと全然、ね、20秒違う。当たったもんだからさ。
君どこまで行った？下っちゃったんじゃないの？200ぐらいのとこない？あ、150のとこ。うまい。いやでもね、小暮くん行ってるとは思うけど、真ん中から行ってちょっと左ぐらいだな。行っても2、30だろ。そうですね。でも なくなる球じゃないの、フェアウェイヒットしてる。もしかしたら木なんか当たったんじゃねえの？この棒に当たったんじゃない？棒に当たったんだ。前の組を行ってた。前の組全然行ってた。棒に当たった。仮面になっちゃった。棒に当たったんですか？もしかしたら棒に当たったか。棒だよ。いや、あれ当たったよ。当たってるよ、ちょうどあんぐらいだもん。だって金子さんのとこまでは絶対行ってる値だもん。いや、あれボール引っかかるな。今のボール探しカットですね。そんなことある？今の球で。だって150ヤード先まで。あんな行くわけないよ。そう、俺は2、30行っても2、30だと思う。僕は感覚的に金子さんと一緒かね。いや、にしても今本当にいいショットだったのに。金子さんにだから勝つか負けるかなって。でもちょっとキャリー出てないな、もし当たってんだったら。なんだろう、ここに当たった音は聞こえなかったですね。聞こえなかったですね。おいたま、ちょっと左かバンカーギリ。いやー、何だったんだろうね。もうちょい、ドロThank you.
もうちょい、もうちょい。ステイ。薄くて下りでもうん、です。バディ。うん、ナイスバディ。やっぱ入れたね、ツーピンを。南朝鮮ヤクさんって新潟です。おお。すげえ風。こういうの倒れないと風の強さわかんないじゃん。映像でこう倒れますよ。今撮っとくよ。68アゲンスト。結構効いてるんですよ、あれ。本当に効いてないのに。行かねえや、6番じゃ。すげえあそこ。6で、6? 今6、6。いやー、結構すごい。結構頑張んないと。いや、すごい。え、こうでしょ、こうでしょ、はい、こうです。ただちょっと強く浮いたりな。そうですね、その辺がまあ微妙だけど。
うん、ちょっと今弱まったもん風。金子さんの時は一番きつかった。すごかったって。五。五です。右からだわ風。はい。うん、若干右からだ。いいね。左おっかぶるの嫌がるから。僕のせいだね、今のね。二人、あの、あれ見たらさ。かぶっちゃったら二人いたらやっぱり。あ、けど、マンスピン。止まっちゃって。止まっちゃった。お、うまい。いや、ナイスです。早そうに見えるもんな。あの外したらやり直していいから。はい。うまい。ナイスパはい、ドラコン出てる選手いるじゃないですか、はい、あれってみんな長くして、はい、柔らかくしてるんでしょ、逆にビヨーンってしならして、昔のバリ方じゃないんですか。違う、今全然逆です。やっぱ柔らかいんだ、うん、この間あの山梨にあるショップさんがドラコン出てる人なんですよ、うん、でその人に聞いてるとやっぱりドラコンの選手は今そうだって、軽くて柔らかくて、長原くんだっけ、ドラコンのまた戻したってよ、シャフト打ちのに。で7年前から時代の再生体になっちゃった。そうだね。本当に50今軽肩なんか使ってるドラゴン選手いないです。いない、はい、クリックが230だと思ったんで。当時ですよ、7年前。最後のミドルホールになります、はい、ここももう見てグリーンが見えるので、ね、はい、一番本当はいいのはドライバーで打ってもいいんですけど、
フェアウェイが途中で切れちゃうんで。なるほど。はい。金子さんの距離だと、もうピンの手前のバンカーちょっとプレッシャーかかってるだろ。ね、全ホールやられてるんで、ね、もうそうなっちゃいますけど、いやここ真面目にいい風吹くと乗ります。はい。神風吹くと。よし。ぐらいもう何もないんですけど。じゃあ軽くはちょっと難しいですね。じゃあ軽く振るわ。そう、飛ばしてもしょうがない。うん、全然軽くない振り倒してる。お疲れ様です。いや軽く振った今今軽く背中に当たるんじゃないか。更新だよ。ちょこのホールの昼ちょっと小暮さんガソリン入れないとダメです。あ、そうですね。柔らかく、体柔らかく、体柔らかくしないといけない。こんな楽しいラウンドになると思わなかった。勝ち上げ、勝ち上げ、あらまあ大丈夫でしょ。ちょっと力みましたね。5ヤードです。うまい。せい。はい、あ、止まりました。はい、着いた。かあ、この時期はアプローチむずいね。惜しい。ありがとうございます。本当ですね。あんまりね、金子さんこっちって切らないんですよ、このグリーン。向こうが多いんで、はい、正直僕もこのこっちがよくわかんないです。珍しいところね、切ってると。普段切らないようなところに切ったんですよ。この頃。届かない。
しい。ああ、カラーからじゃなくてね、バンカーね。いや、なんで僕ね、情報で、ね、いや、見た目をね、重視しないと。僕初めて回るコースだったんですよ。見た目が見たら入ってくる。だから今、じゃコースの戦略にハマってるんですよね。終了。